こんにちは、あつ森です。今回は視力0.7でメガネを使うか迷っているあなたへ。このことについてお話していきます。僕はね、0.1以下だった視力を、自力で0.9まで回復させたんですけれども、その体験談をね、ブログで、発信したり、YouTube でも発信してるんですけど、で、ブログでは、視力回復コンサルなんかもやってて、実際にね、自分で自力で視力回復させたいとか、メガネなしで生活したいっていうね、思ってる方に対して、こうしたらいいよっていうようなね、アドバイスをしてます。で、最近では潜在意識を使った視力回復メソッドっていうね、視力回復法をね、リリースしました。で、そういう僕のその視力回復の、経験から、今回ね、この内容をお話ししたいんですけど、多分0.7になると、メガネをかけた方がいいっていうふうにね、お医者さんとかね、学校で言われると思うんですけれど、僕の考えから言うと、0.7で視力を、メガネをかけるのは、ちょっともったいないかなって思います。例えば、足を怪我したときに、足を骨折したときに、そこでも自分の足では歩けないって思う人はいないと思うんですけど、もしそう思って車椅子を使ってずっと生活していたら、当然歩く力はなくなるし、筋肉がなくなる、歩く力もなくなるし、実際歩くことができなくなると思うんですよね。何年か経てば。これは、メガネでも同じ。視力でも同じなんですよね。ちょっと視力が悪くなった時に、もうメガネを使わないと見えないって信じてしまって、メガネを使い始めてしまえば、もうメガネを使わないでは生活できなくなってしまう。これは、冷静に考えれば当たり前のことなんですよね。で、これは、メガネを使わないと見えないっていうことを潜在意識が信じちゃうからなんですよね。潜在意識っていうのは、自覚できない意識のことで、無意識のことなんですけれども、例えばね、ボールがこう飛んできて、とっさにしゃがんだっていうのは、これは潜在意識がやってることなんですよね。ボールが飛んできて避けないとと思って避けてたんじゃ遅いわけですから、潜在意識が無意識のうちにこう避けている。で、潜在意識っていうのは、僕たちの血液、血を流しているのも潜在意識だし、食べ物を消化しているのも潜在意識。自分でこうね、食べ物を消化しようと思って頭で考えてやってるわけじゃなくて、無意識でやってることですよね。すべて潜在意識がやってることなんですよ。で、意識の95%は潜在意識って言われていて、それだけ潜在意識の力っていうのはものすごいものがあって、で、その潜在意識がメガネを使わないと見えないっていうことを信じてしまえば、そうなっていくんですよね。そういう体になっていく。体を作っているのは潜在意識ですから。だから、メガネを使わない。使ってしまうっていうのは、もう潜在意識がメガネを使わなく、使わ、あ、メガネを使わないと見えないんだっていうことを信じたことになる。そうすれば、そういう体が作られていくんですよね。なので、0.7で、かけようか迷ってる。で、ここでかけなければ、逆に言えば、メガネを使わないでもまだ見えるということを信じていることになる。そうすると、潜在意識がそういう体を作っていってくれる。だ、ここでメガネをかけるか、それとも自分の潜在意識の力を信じて、自分の自己注力を信じて、メガネをかけないで、ちょっと様子を見てみるのか。これはもちろん、あなた次第なんですけど、選ぶのは。どっちがいいか。ただ、それを、
他人のね、判断に委ねるのは、まあ、あまり僕的にはおすすめはしないですよね。やっぱり自分のことですから、メガネをかけた方がいいよって言われたからかけるのか、メガネをかけてる人が大勢いるから、0.7になったらメガネをみんなかけてるからかけるのか。それとも自分が本当にメガネをかけたいって思ってかけるのか、これは大きな違いだと思うんですよね。で、自分がね、本当にもう0.7で不便で不便でしょうがなくて、メガネをかけて、ちょっとね、楽になりたい、安心したいっていうんであれば、それはそれでいいと思うんですけど、誰かが言ったからという理由でかけるのであれば、ちょっと自分で考えてみてほしいんですよね。あ、もしかしたらこのままメガネをかけないでいれば、自分の自然治癒力でまた1.0とかに戻るかもしれない。っていうね、そういう選択肢もあるわけなので、まあ、最終的には自分の選択、判断で、まあ、選ぶのをお勧めします。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。